どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの、私はね、アメックスビジネスゴールドカードね、持っているわけなんですけども、こちらね、金属製のカードで、軽く金属の、あんまりしないですかね。はい。っていうね、この、アメックスビジネスゴールドカードなんですけども、今回ですね、このね、アメックスのリワードポイント、おすすめの交換先まとめということで、2024年度版ね、やっていきたいなと思います。ということで、2023年まではですね、バージンアトランティック航空のポイントがですね、非常におすすめだったんですよね。バージンアトランティック航空のマイルがね、ポイントっていうね、VS ポイントっていう名前なわけなんですけども、これがですね、残念ながらね、2023年の12月ぐらいにね、解約になって必要マイル数がね、上がってしまったんですよね。それまではね、羽田、ホノルル 22,500 マイルで発券することができたということで、私もね、2023年の10月の終わりにね、行きましたけども、これがですね、残念ながらね、今は 35,000 マイル片道っていう風になってしまったんですよね。こういったね、解約もございましたので、今回の動画でね、おすすめのね、利用先、解説ね、やっていきたいなと思いますので、アメックスのね、プロパーのクレジットカードね、持っている方、アメックスのグリーン、ゴールド、プラチナ、そのビジネスカードですね、持っている方は、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、私の方でね、ちょっとまとめさせていただいたわけなんですけども、このメンバーシップリワードポイントっていうのはですね、このメンバーシップリワードプラスっていうね、有料プログラムに加盟していただくと、ポイント交換レートがですね、上がったりね、またね、ポイント有効期限が無期限になったり、またね、このメンバーシップリワードプラスっていうのに加入していただいて、さらにボーナスポイントプログラムをね、加盟していただくと、ポイントがね、上がったりっていう風な特典があるんですよね。このね、メンバーシップリワードポイントの、対象カードはアメックスのグリーンカード、ゴールドカード、プラチナカード、そのビジネスカードが、このメンバーシップリワードポイントっていうのが、たまるんですよね。これが ANA アメックスとかだと ANA アメックスメンバーシップリワードポイントっていう感じで、ポイントプログラムがね、軽く分かれているっていう感じになるんですよね。ですので、今回の動画のポイントプログラムはね、このクレジットカード保有されている方向けっていう風になりますんで、こちらはね、押さえておいてください。で、まずね、このメンバーシップリワードプラスっていうのは有料のね、プログラムっていう風になりまして、このね、アメックスのこちらのクレジットカードを持っている方は基本的にね、こちら加入していただかないと、お得に利用することができないっていう風になります。で、こちらに書いてある通りですね、個人向けプラチナカード、アメリカンエクスプレス、ビジネスプラチナカードは無料で登録できますということで、このメンバーシップリワードプラスですね、3,300 円、2年目以降自動更新でかかるわけなんですけども、このカードだけかかるっていう風になります。このビジネスプラチナとか、プラチナカードに関しては、この費用がね、含まれているっていう風になるんですよね。で、ちょっとね、こちらには記載しませんでしたけども、このね、プラチナカードの個人カードのみですね。こちらですね、海外利用ボーナスポイントプログラムっていうのがございまして、個人向けのプラチナカードのみですね、100円で3ポイントね、貯まるっていう風になるんですよね。こちらね、プラチナの個人カードのプラチナしかね、適用にならないわけなんですけども、こういったね、特典がございます。で、メンバーシップリワードプラスにね、加盟していただくと、先ほど言った通りですね、こういった特典が受けられて、特にね、重要な部分がこちらですね、対象加盟店ボーナスポイントプログラムということで、こちらね、先ほどのプラチナカードの、海外利用ボーナスポイントプログラムとは別にですね、対象加盟店ボーナスポイントプログラムっていうのがあるんですよね。こちらね、メンバーシップリワードを登録すると、このね、対象加盟店ボーナスポイントプログラムに登録することができるようになるんですよね。こちらね、無料で利用することができるんですけども、こちらね、加入しますよね。加入した後に、この無料のオプションプログラムの対象加盟店ボーナスポイントプログラムも、こちらね、申し込まないとですね、こちらね、利用することができないんですよね。こちらに書いてありますけどもね、追加登録は必要ということで、こちらね、当初ね、私知らずにね、利用してたりしてたんですけども、メンバーシップリワードプラスね、加入したらそのまま自動でね、登録しといてくれればいいのにな、なんていうふうに思うんですけども、こちらね、メンバーシップリワードプラスに登録した後にですね、無料のオプションプログラムということで、登録が必要になるんですよね。で、こちらを登録すると、対象加盟店のみですね、100円で3ポイントっていうふうになるんですよね。こちらのね、クレジットカードは基本的に100円で1ポイントね、貯まるわけなんですけども、Amazon とか JAL とか Yahoo とか HIS、iTunes Store、Apple Store、Uber Eats、ヨドバシカメラということで、あとね、アメリカンエクスプレストラベルとかも100円で3ポイントね、貯まるっていう風になるんですよね。Amazon のね、利用でも100円で3ポイント貯まりますし、JAL のね、利用でも100円で3ポイントね、貯まるっていう風になりますんで、特にね、この Amazon なんかは、納税とかでもね、Amazon Pay で国税支払えるようになりましたので、上限はね、500万円にはなるわけなんですけども、Amazon にチャージしていただいてですね、Amazon Pay で国税費支払っていただければ、3% 還元でね、利用することができるっていう風になりますし、まあ普段でね、Amazon 利用される方非常に多いと思うんですけども、こちらね、非常におすすめっていう風になっておりますので、ぜひね、この Amazon とかね、ここら辺の対象店がね、100円で3ポイントね、利用することができるっていう風になりますんで、非常にね、おすすめっていた形になります。まあ、こういった感じでですね、メンバーシップリワードプラスっていうのはですね、有料プログラムであるんですよね。で、次にですね、メンバーシップリワードプラスにね、加盟すると、ポイント交換レートがアップっていうのが記載されておりますよね。まあ、それ以外にもですね、ポイントが最長3年間のポイント有効期限が無期限になったりするんですけども、こちらね、ポイント以降もですね、ポイント交換レートがアップするということで、冒頭にもね、言ってると思うんですけども、対象カードを持ってる方は、このメンバーシップリワードプラスにね、加盟していただかないと、お得にね、利用することができないっていう風になります。で、詳しいね、交換レートなんですけども、ちょっと私の方でね、まとめさせていただきました。まずね、メンバーシップリワードプラス加入した場合と、加入しない場合ですね。で、またね、手数料上限ということで、ここね、見ていただければわかる通りですね。本当にメンバーシップリワードプラス加盟しないとですね、ほぼほぼ半分とかね、半分以下とかになってしまいますんで、アメックスのね、リワードポイント対象カードを持っている方は、基本的にこのメンバーシップリワードプラスっていうのは、加盟していただかないとお得にね、利用することができません。で、まずね、お得な利用先についてなんですけども、まずね、一番おすすめなのは ANA マイルですね。で、ANA マイルにね、交換する際はですね、ANA マイル移行コースっていうのにですね、グリーンカード、ゴールドカードね、年間5500円かかるっていう風になります。こちらね、プラチナカードをこちらもね、免除っていう風になるわけなんですけども、グリーンとね、ゴールドに関しては年間5500円払って、利用していただくっていう風になります。ですので、メンバーシップリワードプラスが3300円、ANA マイル移行コースが年間5500円かかってくるっていう風になるんですよね。まあこれね、入っていただくと、1000ポイントね、1000マイルで交換することができますので、100% でね、交換することができるんですよね。非常に強いですよね。ですので、グリーン、ゴールド持っている方は、メンバーシップリワードプラスね、3300円かかってきてしまいますけども、100% でね、ANA マイルに交換することができるっていう風になりますんで、基本的には一番ね、おすすめっていう風になります。で、ANA マイルの移行に関しては、年間4万マイルまでっていうね、上限が設定されておりますんで、このね、年間っていうのは1月1日から12月31日までになるわけなんですけども、まあ、年をまたげばですね、年間8万マイルまで交換することができるっていう風になります。で、次にね、おすすめなのが、年会費の充当ですね。こちらね、1ポイント1円で、利用することができて、またね、ANA マイルの移行コース、こちらありますよね。この5500円に関しては1ポイント1円で、充当することができます。ですので、おすすめの利用先としては、ANA マイル年会費の充当、ANA マイル移行コースのポイント充当ということで、こちらはね、おすすめっていう風になります。残念ながらね、メンバーシップリワードプラスの移行に関してはですね、1ポイント 0.5 円っていう風になりますんで、ここはね、あんまりお得にはならないんですけども、この年会費の充当とね、ANA マイル移行コースのこの5500円に、ポイントを使っていただくっていうのはね、お得に利用することができます。この年会費の充当に関してはですね、実際にね、やった動画がね、2年前ぐらいかな、出ていると思うんですけども、概要欄からね、見れるようにしておきますけども、このね、年会費の充当に関しては、ポイントをね、充当することができるんですけども、年会費がね、まあ、3万円だったとしたら、3万円で1ポイント1円で充当することはできるんですけども、口座引き落とし日にですね、3万円は1回落ちるんですよね。で、3万円がですね、次回の請求から抜いていただけるっていう風になるんですよね。ですので、年会費の充当で、ポイント1円でね、全額払ったとしても、消費税とですね、普通にカード年会費ね、引き落とされるっていう風になりますんで、こちらを利用したからといってね、年会費を口座にね、入れ忘れたりね、しないようにしてくださいね。私ね、これ始まった時にですね、やってですね、年会費充当できたからもうお金減らなくていいやと思ったらね、普通にね、口座からね、引き落としされて非常にね、びっくりしましたので、この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。で、次にですね、おすすめなのが ANA のスカイコインですね。こちらも 100% で交換することができるっていう風になりますので、ANA マイルにね、4万円全部ね、交換し終わったら ANA のスカイコインとかもね、おすすめっていう風になります。で、JAL マイルに関してはですね、交換することができるんですけども、こちらね、レートを見ていただければわかる通りですね、2500ポイントで1000マイルということで、レートが非常に悪いですよね。ですので、まあこちらね、最終手段っていう感じですかね。ですので、まあ基本的にはね、お勧めすることができないっていう風になります。その他ね、各種、楽天ポイントとかね、T ポイントとかも半分になってしまうっていう風になりますんで、ここら辺もね、ちょっとお勧めすることができないですね。その次にお勧めなのが、その他のマイレージということで、これでアメックスのポイントっていうのは、外資系のね、航空会社のマイルにね、交換することができます。で、それがですね、こちらになるわけなんですけども、ANA、JAL、それ以外にも、スカンジナビアとか、アジアマイル、エディハドとかね、エミレーツ、カタール航空とかね、まあいろいろありますけども、まあこちらのね、マイレージプログラムに交換することができるっていった形になります。おすすめはね、先ほど言った通り、まあ ANA なんですけども、残念ながらね、今ね、この ANA マイル以外にね、お勧めできるっていうのは、正直ね、バージンアトランティック航空が一部、それ以外はもうシンガポール航空っていうところなんですよね。で、まずね、このバージンアトランティック航空なんですけども、冒頭にもね、言ったと思うんですけども、先月までですね、片道羽田ホノルルね、22,500 マイルで発券することができてたんですけども、残念ながらね、今 35,000 マイル、まあバージンアトランティック航空のね、マイレージプログラムが VS ポイントっていうね、ポイントっていう表記なんで一応ね、ポイントで書かせていただいておりますけども、羽田ホノルル 35,000 マイルっていう風になるんですよね。まあそんなに安くないですよね。まあ、ユナイテッド航空とかね、47,500 とかなんで、アラスカ航空だとね、今 25,000 マイルで非常に安いんですけども、あれもね、3月に変わってしまいますんで、まあ変わった後は多分ね、32,000 か3万かどっちかになると思うんですよね。で、アメリカン航空も 32,500 ということで、他の航空会社に比べるとですね、必要マイル数は多いんですけども、まあ、バージンアトランティック航空のね、強みはですね、空席がめちゃめちゃあるっていう点なんですよね。去年ね、10月ぐらいね、10月かな ?9 月とかね、調べた時は、あんまりね、空席ね、出てこなくて、ゴールデンウィークとかもうダメなんじゃないかみたいな感じで思ってたんですけども、最近調べるとね、2024年のゴールデンウィークも利用できますし、夏休み7月、8月とかもね、普通に予約することができますので、まあ、このバージンアトランティックをお勧めできる方っていうのは、ハワイ路線を繁忙期ね、残念ながら年末年始は利用することができないんですけども、まあ、ゴールデンウィークとかですね、夏休みとか、まあそういったタイミングですね、利用されたい方は、このバージンアトランティック航空のね、マイルに交換していただいて、羽田ホノルル路線ね、利用していただくのがね、おすすめっていただきになります。一応ね、このバージンアトランティック航空のマイルね、ANA とかもね、発券することできるんですけども、ネット予約できないんで、イギリスに電話しなきゃいけないですよね。ですので、ネット発券可能な路線になるとね、やはり、バージンアトランティック航空でデルタのね、飛行機利用していただくのがね、まあおすすめかなっていうところで、ゴールデンウィーク夏休みね、ハワイ路線利用されたい方は、ポイントをバージンアトランティック航空ね、80% にはなりますけども、こちらがね、おすすめっていうところですかね。で、もう一つおすすめはですね、やはりシンガポール航空ですかね。ちょっと個人的にはですね、この路線ね、2022年私ね、乗ったんですよね。エアバス380と、777のね、スイートクラス、ファーストクラスね、このデリーからシンガポール、シンガポールからジャカルタっていうね、こちら2路線乗って、57,500 マイルで発券したんですよね。で、その後ね、ちょっと解約があって、必要マイル数ね、ちょっと上がってるんですけども、まあ今でもね、このセイバー特典で、この路線ね、エアバス380でね、スイートクラスで、またね、このシンガポールからジャカルタは、ファーストクラスで利用することが、58,500 マイルで利用することができますんで、この路線をね、利用していただくのね、非常におすすめですね。で、このね、シンガポール航空っていうのは、こういった路線でもね、ストップオーバーできますので、このデリーからね、シンガポールで一回行って、まあ、シンガポール少し、観光したり、まあ私はね、これ使って、このシンガポールの間に、モルジブとか入れたんですけども、シンガポールでね、ちょっと遊んだりするのもいいと思いますし、まあ他の国ね、ちょっと行って帰ってくるのもいいと思いますし、ストップオーバーもね、一回利用することができるっていう風になりますんで、まあこれもね、いいですよね。まあこの路線がね、58,500 バレで2路線乗ってね、利用することがね、できるっていう風になりますんで、このね、シンガポール航空のスイートクラス、ファーストクラスね、利用していただくのね、非常におすすめですね。まあ、こんなにね、ポイント貯めれないっていう方もね、いらっしゃると思うんですけども、今ね、アメックスビジネスゴールドの紹介のね、キャンペーンだと9万ポイントで初年度無料なんですよね。アメックスのビジネスゴールド。で、会社員の方も発見できるということで、まあ、それね、決済修行を達成していただければ、72,000枚にね、シンガポール航空のマイルに交換することできますので、こちらね、ぜひね、利用していただければなと思うんですよね。このスイートクラスね、本当にやばかったですね。はい、本当に機内にね、ベッドがありますんでね。ですんで、まあ、今後はね、繁忙期のバージンアトランティック航空のマイルに変えるか、まあ、シンガポール航空のね、マイル、まあ、結構ね、減額マイルキャンペーンとかもやっておりますので、まあ、それで利用していただくのがね、いいですかね。まあ、正直ね、減額マイルキャンペーンはね、結構やってるんですけども、日本からね、ロスとかね、出るんですけども、そんなに安くないんですよね。ですので、やはりね、このシンガポールメインのね、路線、シンガポールからフランクフルトとかね、そこら辺のエコノミークラスね、17,000マイルとかで発見できるんで、減額マイルキャンペーンだとね、まあ、そういった感じにはね、なってしまうかななんていうふうに思うんですけども、シンガポール航空が、ゴールデンウィーク夏休みのバージンアトランティック航空がね、外資系のマイルだとおすすめっていうふうになりますかね。まあ昔はですね、このブリティッシュエアウェイズに交換して、JAL の特典航空券とかね、発見していただくの非常におすすめだったんですけども、昔はね、4,500 マイルとか、で、その後 6,500 マイルになって、今1万超えちゃうのかな。はい、っていう感じで日本国内もね、なかなか厳しいマイル数になってしまいましたんで、なかなかおすすめすることはね、できないかななんていうふうに思いますんで、まあこういった感じですかね。ちょっとね、アメックスのリワードポイントもね、アラスカ航空とかね、ユナイテッド航空とかにね、交換できるとね、非常に利用しやすくなる部分はね、あるかななんていうふうに思うんですけども、今現時点ではこういった感じになりますかね。で、次にですね、アメックスのこのリワードポイントっていうのは、ヒルトンホテルポイントとマリオットポイントにね、交換することができるんですよね。この二つね、正直、今まではですね、そんなにお勧めしてなかったんですけども、バージンアトランティック航空のね、必要マイル数上がってしまいましたので、ANA マイルにね、マックスまで交換して、それ以上ね、利用先がないっていう方は、この二つにね、交換していただくのもね、まあ、悪くはないかなっていうところですかね。ポイントサイトハピタスでね、稼ぐことができますので、まあ、そんなにいいかなっていうところなんですけども、ヒルトンホテルポイントとかね、ポイントサイトから交換することができないので、まあ、ヒルトンホテルポイントとかに交換していただくのはね、悪くはないのかなっていう感じになりましたかね。まあ、ちょっと前までね、あんまりお勧めしてなかったんですけども、お勧めできるところね、ちょっと減ってきてしまいましたので、まあ、こういったところですかね。まあ、一応ね、アメックスのトラベルオンラインとか、HIS トラベルデスクとかね、こういったところでもね、利用することができるんですけども、まあ、正直ですね、まあ、この中で利用してもいいなって思えるのは、航空会社の利用分ですね。こちら、3,000円が、ごめんなさい、これは3,000円、3,000ポイントじゃないな。すいません、ここちょっと間違ってますね。すいません。これは 0.8 円ですね。で、こちらもそうですね。はい。まあ、ポイント充当で利用することができるんですけども、80% っていう風になりますんで、まあ、あれですね、海外のホテルとかでね、ちょっとレストランで利用した分充当したいみたいな感じで利用していただくのはね、まあそんなに悪くないのかななんていう風に思うんですけども、まあ私もね、ちょっと海外でも利用できるのかってね、一回検証して、セントレジスのね、バーで利用したのもね、ちゃんと0.8 円換算で充当できたので、まあそういった感じで利用していただくのはね、悪くはないのかなっていうところですかね。あと旅行代理店とかもね、利用することができますんで、まあ海外のツアーとかですね、まあそういったもので利用していただいて 80% でね、ポイント充当していただくっていうのは、まあそんなに悪くないのかなっていうところですけども、まあ1ポイント1円でね、使うことができないので、ちょっとね、微妙なラインですけどもね、まあ一応覚えといていただきたいなっていうところですかね。まあこういった感じでね、アメックスのポイントね、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、こちら覚えといていただければなと思います。はい。ということで、今回ですね、アメックスのね、リワードポイントのまとめ2024年度版やらせていただきました。まあ、正直ですね、ANA マイルにね、4万マイル交換して、まあ、その後ね、まあ、年またげば8万マイルまで交換することができますので、まあ、そこまで困んない部分はね、あるかもしれないんですけども、まあ、個人的にはですね、まあ、今 ANA マイル、JAL マイルも私貯めてるんですけども、まあ、JAL マイルそんな貯めてないかな。はい。ANA マイルはね、普通に貯めてるんですけども、今ね、やっぱり燃油サーチャージが高いんで、ANA マイルでね、ANA の飛行機ね、なかなか今乗れないので、外資系のマイルにね、交換するのがね、一番私としてはね、利用したいところなんですけども、まあ今ね、アメックスのリワードポイントね、利用しやすいね、航空会社っていうのがね、ちょっと少ないんでね、ユナイテッド航空、アラスカ航空、アメリカン航空とね、ここら辺をね、交換できるようにしてほしいですよね。はい。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、またね、LINE 公式アカウントで今ね、ポイントサイト診断と、マイル診断、利用することができるようになりましたので、まあ、ここら辺からね、もし利用したい方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。このね、診断に関してはね、スパム防止のため、1回しか利用することができませんので、まあ、選択項目ね、いろいろあると思うんですけども、慎重にね、選択していただければなと思います。この診断コンテンツね、どんどん拡充させていきたいなと思っておりますんで、ぜひこちらもね、楽しみにしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。